そうしましてですね、横浜マイスターのニューさんに、じゃあこれからお願いしたいと思います。皆さんおはようございます。お寒い中たくさん集まっていただいてありがとうございます。寒いからね、なるべく短時間で座学を終わらせるようにしたいんですけど、資料の方を進めていきます。はい、コジット論っていうのを私がね、随分2000年ぐらいからホームページとかで訴えるようになってですね、少しずつ広がってきたんですけど、前回もこのコジット論についてはご説明したんですけど、この資料の一番後ろにある切り方っていうのを目指してるんですけど、でそれのちょっと復習をちょっとやってから、今日の本題の方はね、それをやってからにしたいなと思ってるんです。それで図を見てお分かりだと思うんですけど、こう木の枝ってこういうふうになってるんですけどね、でここの境目のところにこうギジギジギジっていうのは、これバークリッジっていうんですね。バークリッジ、これね、前回説明したのは、切ろうと、この枝を切ろうとする場合ね、これを切ろうとする枝の中心線とそれに交わる垂線、バークリッジとこの垂線の真ん中を、これを2等分する角度を、ここね、2等分になってないかな、こことこの角度が同じになるようにっていう角度で切ってくださいっていうお話をしたんです。はい、それはコジット論の原則なんです。それで、これを踏まえて、まず最初に考えてもらいたいのは、こっちの枝を落とすんじゃなくて、こっちの幹を切りたいときね、このときにどうやって切りますかっていうのが、資料をご覧になって考えてくれた方は、どなたかここだよっていうのを示してくれる方いませんか。ここへ来てこうです。あれ勉強してくれなかったかな。これもね、じゃあ答え言っちゃいますね。よくね、こうやって切る方いるんですよ。こういうふうにね、幹を切るっていうと、切れが悪い、こういうふうに切る、大概こう切りませんね。でも先ほどの理屈で言うと同じなんです。こっちでやったことと同じ。切ろうとする枝っていうのは、今回だとこれ幹ですよ。切ろうとする枝の中心線、それに交わる垂線、これですよね、垂線で、バークリッジとこの垂線の真ん中って言ったらこの辺じゃないですか。ですよね。これが正解なんですよ。皆さんこういうふうに切って、なんとなく平らに切るけど、幹を切るって言うと平らに切るけど、原則にのっとるとこれなんです。で、そのコジット論を提唱したシャイゴ先生が言ってるのは、その人はもうちょっと漠然とこの枝の流れで切る。だからこの枝の流れってことはこのラインですから、ちょっとこの私が言ったやつよりもちょっと急になりますよね。でもその人もそういう感じで言ってるし、私がこれとこれの真ん中で切ってくれっていうのは、多分私が言ってることであって、その学説のコジット論とはちょっと違う部分があるかもしれないんですけど、ただ漠然と斜めに切ってくださいっていうとわからないでしょう。だからその説明のためにもこういうふうに私説明してるんですけど、で要するにこの角度で切る、これが正解なんですね。こういうふうになかなか一般の人こういうふうに思い切ってくれないです。で
思い切れなくてここで切った結果どうなるかっていうのはあのその図にもありますけど、ここで切るとここの三角の部分は必ず枯れます。枯れちゃうんですね。でこれここが枯れるだけで済めばいいんですよ。だけどこういうふうに枯れが入るとここの枯れがずっとこう中に入ってる、ずっと枯れちゃうんですよ。だからこういうふうに切らないでいくと、どうせここで切ってもこの三角はダメになるんだから、ダメになる部分は先に落としてほしいんですよ。ダメになる部分をなるべく残さない、こうやって切ってほしいんですよ。でこれあの私が切ったんですよ、クスノキですね。まさにこれで切ってるでしょ。ちょっと置かないっていうかこうビビっちゃうかもしれないんですけどね、これが正しい切り方なんです。それで人によって切った時の表面積が小さい方がいいなんていうことを言う人がいるんです。でなんとなく一理あるように思っちゃうかもしれないけど、それは違う。これもちろん幹ダーッとでかかったクスノキなんですよ。ただねあのやっぱり庭の中でクスノキがこんな大きくなっちゃうと都合悪いので、まあ、徐々に小さくしなきゃいけないので、もう一番小さくする切り方はこうなんですけど、でこのあとどうするかっていうのは、この後ろにこう細い、幹が何本も立ってますよね。これだからクスノキの実生だったりするんですよ。だそういうこう次の台を作っといて、それでこの大元を将来的には切るんですけど、まあその前段階として一応この一番下の枝を残して幹を落とすっていう作業をしたのがこれですね。それでもう一つ言っとかなきゃいけないのが、針葉樹の場合ねが特に多いんですけど、ここのとこムクッとしてるのが多いんですよ。でこの写真はなんとなくこれはモミジなんですけど、木によってはこのちょっとこうふっくら枝の下のとこがふっくらしてるのが見つけることがあるかもしれません。でこれのことをこのねふっくらしてるのをブランチカラーって言って、ブランチカラーって まあ襟ですよね。襟のような感じじゃないですか、ね、先ほどのここがバークリッチ、本当はブランチバークリッチって言うんですね。ブランチバークリッチって言うんですよ。でこれはブランチカラーですね。こういう BC とかね、こういう表現をする場合もありますけども、でこの場合は先ほどの、水線引いてバークリッチの半分っていう理屈ではなくて、このブランチカラーがはっきりしている木の場合はブランチカラーを残して切りなさいっていうの。このブランチカラーの襟のここありますよね、ここを残してこういうふうに切ってくれと。こういうふうに切ると実際はちょっとデベソみたいな感じになっちゃいます。だけどこの方が特に針葉樹の場合はね、この方があのうまくいく場合が多いんですよ。これ五葉松です。五葉松の枝を切った後ですね、ちょっと出っ張ってますよね。でこれはこのブランチカラーを意識して切った切り方なのでこういうふうになるんですけど、まあ、見れば分かるようにあの切り口のところでカルスが巻いてますよね。カルスが巻いてるってことは、まあ、あのでしかもカルスが平均的に同じ厚さで回ってるでしょ。だからこの状態っていうのは、まあ、割といい状態なんですよ。これはヒマラヤシーダーなんですけど、切り口真ん中にちょっと非常に見にくいですけどあるんですよね。これはあのすっきり見えてるようですけど、これはもう枯れたまんま木の中に残っちゃってるんですね。これはあのこうやって切っちゃってるんです。こうやって切っちゃうとこれ枯れたまんまになっちゃうんですね。なのであのコジット論の応用としては、今言ったブランチカラーがある枝に関してはブランチカラーを損傷しないように切るということです。でブランチカラーがないここの
二重顎みたいなたるみがない枝は先ほど言ったこれとこれの半分の角度というのを守ってください、それをちょっと言いたかったので前回のあれに付け加えました。まあ、常緑樹と落樹の違いなんてもう皆さんこんなん当たり前で分かってると思うんですけどね。常緑樹は一年中葉っぱがある木だよと、で落葉樹は冬になると落葉しちゃう木だよって、もうそこまでは、まあ、誰でも知ってますよね。で、まあ、この常緑樹落葉樹って言ってもこの一番にあるように細かく分類すればね、常緑の中で広葉樹葉っぱの丸いものとね、落葉で葉っぱ丸いの、それから常緑針葉樹って言って、まあ、松みたいにとんがった葉っぱのもので、針葉樹の中でも落葉針葉樹っていう部類もありますね。葉っぱの広いものね、まあ、そういう種類があって、でそれらはどういう違いがあるかっていうと、まあ、環境に対する適合性がね違うと。広葉樹より針葉樹の方が寒い環境にも強いとかね、で常緑樹より落葉樹の方が、環境の変化に耐えられるとかね、そういう違いがあったりするんですね。であとその他に半常緑樹とか半落葉樹とか言われるものですね、島トンネリコとかね、ああいうので、常緑樹と落葉樹の何ていうの、役割の違いっていうか、庭の中でもね、生垣ね、こう目隠しにしますよね。だから要するに密になってて、目隠しになってて、そういう利用のされ方するし、あと、まあ、まあ大きい木でもこういう、これがもう常緑樹だと向こう側見えないからね、目隠しになる。で対してこう落葉樹っていうのはこういう枝を見せてね、モミジみたいなもんですよね。でこうモミジ単独で植えてもね引き立たないですよね。やっぱりバックにこういう常緑樹があって、その手前に落葉樹があるからいいんであってね。それでなおかつ落葉樹ってこう紅葉したり落葉したり、その季節の変化がありますよね。常緑樹の方はまあ、年中同じような姿してるからまあ飽きちゃいますけどね、まあ、そういう役割の違いもあるわけですけど、で常緑樹と落葉樹の違いを細かにこの右と左に分けると、まあ、文字に表すとこんな感じになるんです、でまあお読みになったと思いますけど、まあ、常緑樹は熱帯雨林とかというところに多いですよね。まあ、だから一年中葉っぱをつけて一年中光合成して、冬の間もだから条件が揃えば光合成できるわけですよ、葉っぱがあるから、ね、で途中に書いてあるのは、でただまあ上等な葉っぱなわけですよ。コストがかかる、その葉っぱを一枚作るにも非常にコストをかけた立派な葉っぱをつけますよね。お金かけて作ったもんだからもったいないから散らしちゃわないで次の年も使いたいっていうことになってくるので常緑になるわけですよね。1年で元が取れない、要はね、葉っぱとして、だから松なんかでも3年ぐらい葉っぱありますしね、もっと長い樹種によってですけども 5,6 年同じ葉っぱを使う木もありますね。葉っぱの例えば椿とかね、椿の葉っぱとかこうあって、まあ、なんせツヤツヤしてるじゃないですか、テカテカ、ワックスみたいにかかってるのがまあ口暗そうですよね。それでなんでこういう葉っぱをしてると、ここに書いてあるようになんで凍らないのかってことなんですよ。葉っぱの断面っていうところにこう、要するに細胞がこう並んでるわけですよね、葉っぱの表面と。葉っぱだとするとね、それでこの上にさっき言った クチクラソっていうこう、まあ、ワックスみたいなものがかかってるわけですよ。で細胞がね、もしこれがない場合ね、ここにこう雪とか積もるじゃないですか。雪が積もってこれが明け方凍っちゃう、
で、この朽倉層がないと、要するにこう水が浸透する状態だから、この凍った水がここ葉っぱ通じてここの細胞を凍らしちゃうんですよ。細胞を凍っちゃうと膨張しちゃって、でその後溶けるともうぐちゃぐちゃになっちゃう。でこう細胞死んじゃって葉っぱは死んじゃうんですよ。これは何でかというと、要するに水分がつながっちゃうから、つながってるから一緒に凍っちゃう。雪が凍れば葉っぱも凍っちゃう。でこれを凍らせないためにこの朽倉層っていうのがあって、まあ上の雪がこう、ここの雪が凍っても直接その凍った状態のものがこっちに伝達しないようになっているということと、まあ、はい、ありがとうございます。でうまいことは風でも吹いてくれればね、このワックスかかってるわけだから雪がさらっと落ちるじゃないですか。そういうふうにして凍らないようにしてるわけね。うん、だからそういう上等な葉っぱですからね、非常にコストがかかると。あ、冬から早春期にかけて、要するに一年中光合成して半日陰でとか日陰でも成長できる、陰樹として、陰樹ってこう日陰で育つ木ね、陰樹として極層を作る。極層って分かりますか？分かんないですかね、あんまり普段使わないから分かんないですよね。極層ね、極層の話もちょっとしないとそれ文章が理解できないですよね。その後、まあ一年生の草がこう生えてくるですよね。森ができていく過程ね、あの植生の同じだよね、繊維、植生繊維っていうんですけど、難しく言うと、あの要するに植物がだんだんあの入れ替わっていくことね。最初で一年草の草から多年草の草になって、その後ほら、あの灌木みたいなもの、ヤマツツジだとか、あと箱根うつぎね、ああいうものはその草原だったところに木が生え出す最初に入ってくる先駆者らしいんですけどね、箱根移りとかああいう系統は。要するにああいうこう木としての灌木ですよね、ができてくる。でその後はどうなるかっていうと、あのあれですよね、最初はあの日がよく当たりますから幼樹が育つわけですよね。例えばコナラだとか、常緑でいうと赤松とかは幼樹なんですよ、光を好む、ね、でそういう木がこう光いっぱい浴びて最初育ちますよ ね。それでまあ種が落ちてもそこからこう若木が育ちますよね、はい、でこういう状態になってくると、今度その後はこうだんだんこう木の影ができてきて、この自分の種がうまく育たなくなる。でその頃になるとこう日陰で育つ常緑樹が生まれて、あの入ってくるんですよ、林の中に。それであのこのもともといた幼樹の部類は種を落としてもこの常緑樹の影になって日が当たらないから芽生えられなくなるんですね。そうすると常緑樹だけの世界になっていくんです、だんだん。で落葉樹はどうするかっていうと、あ、幼樹はどうするかっていうと、まあ種飛ばして他の土地へ行くとかですね。だからああいうほらモミジのプロペラの種みたいな、あんな種になるんですよね。軽くて鳥が食べても遠くへ持ってってくれるような種を作って、まあ逃げ延びていくわけですけど、まあこの森はどうなるかっていうと、もうこういう陰樹が育って、陰樹から落ちた種でまた陰樹が育ってっていう風になっていくんです。でこの陰樹がだらけになった状態っていうのが、まあ森が落ち着いた状態なんですね。ここに行くまで200年ぐらいのサイクルらしいんですけど、この落ち着いた状態のことを極層っていうんですよ。先ほどの、陰樹として極層を作るっていうところの部分の説明はそうです。ですね。まあそれが今常緑樹の話も絡めてしましたけど、
であとね、落葉樹ね、落葉樹ってどういう木なのかっていうところなんですけど、まあ、葉っぱがとにかく薄くてペラペラですけど大きいですよね。大きいから光合成をするあの効率としてはすごくいいんですよね。だからほんで薄いからあの簡単に作れるね、木もね、コストをかけないで、作れて効率よく光合成をしてくれると。その反面乾燥に弱いし、あの寒さにも弱いですよね、薄っぺらいからね。でさっき言ったクチクラソウみたいなものを持ってないわけですよ。だから雪が積もっちゃって凍っちゃったらもう細胞死んじゃうので葉っぱとして使えないわけですよね。だからまああの夏からこう秋にかけてもこう日があるときにあの生産効率を上げてバーッと光合成して、まあタンパク質を要するに根っことか樹皮の中に蓄えて、それでもうその頃にはもう根っこの動きもだんだん寒くなって弱くなってきますから、もうあの光合成しなくていいやということで、もういらなくなった葉っぱを落とすというのが落葉樹ですね。その上にどちらも落葉するって、それは皆さんならご存知ですよね。こういうところ来られる方はね、よくご存知なんですよ。常緑樹って言ったって葉っぱ落ちるよって当たり前のことのように多分思ってると思うんですけど、一般の方ってね、常緑樹って葉っぱ落とさなきゃって思ってる人がいるんですよね。ずっとあると、だから時期になれば新芽がほら出て固まると常緑樹でも葉っぱ落ちますよね。金木犀でも椿でもね、あれをよく見てない人はね、わかんないのね。木植えてくださいって言うと葉っぱ落ちない木植えてくださいって言うんですよね。そんな木ありませんよって言うんだけど、でも一般の人ってそんなもんですよね、ここに来てる皆さんはね、多分そんなの当たり前じゃんって思うんですけど、でそのまあ落葉樹は字の通り落葉するんですよ。でなんで落葉するかっていうと、もうさっきも言ったように低コストで作った安っぽい葉っぱだから1年持たないから捨てちゃうってこともあるんですけど、あのじゃあ常緑樹はっていうことになると、常緑樹がなんで葉っぱ捨てなきゃいけないのかっていうと、葉っぱも古くなるとね、要するに光合成する能力が落ちるんですよ。だから捨てなきゃいけないんだけど、なんで古くなっただけで光合成する能力が落ちちゃうのかっていうところなんですけど、葉っぱってこう地面の中からいろんなもの吸い上げる役割じゃないですか。で吸い上げて、だから水ももちろん吸い上げるし、窒素リン酸カリとかあの系統ももちろん吸い上げますよね。だけどその中にはいらないものも入ってるじゃないですか。地面の中の水の中っていろんなもの入ってるし、例えばほらあれね、大震災の時にね、放射能ね、放射能とかも吸い上げちゃうんですよね。あれ木が吸い上げちゃって、ほんで一時ほら腐葉土なくなったじゃないですか。あの時腐葉土打っちゃいけないことになって、あれは何でかっていうと木が放射能を吸い上げちゃって葉っぱに溜めちゃうじゃないですか。でその葉っぱを落葉させんだから、その落葉した葉っぱさ、放射能含まれちゃうじゃないですか。だからあの時腐葉土なくなったんですよ、世の中からね、使っちゃいけないってなっちゃった。そのように要するにね、余計なものを吸っちゃうの、葉っぱがね。余計なものを吸うっていうことは、それ捨てなきゃなんないくなっちゃいますよね。体の中にこう余計なものが蓄積してきちゃうわけだから、だからその意味もあって捨てなきゃいけないんですよ。そうで、落葉するときって、特に落葉樹ですね、落葉樹の葉っぱの落ち方の説明だけちょっとしておきますけど、葉っぱが落ちるメカニズムっていうのは、さっきも言ったように、冬になってもう根っこが活発に動かなくなると、まあ、鈍ってきて水分をもう大事にしたくなるんでね、冬の間はもう水が少なくなるから、葉っぱつけてると水分がどんどん葉っぱから蒸散しちゃうから、その意味もあって落葉樹って落葉しちゃうんですよね。もう水分を逃がしたくないから。でどうやって葉っぱを落とすか
かっていう話なんですけど、この枝と葉っぱのこの葉柄っていうんですけど、この軸ね、ここの部分拡大すると、枝とこの葉っぱのこの境目、ここのところに理想っていうのを作るんですよ。理想っていうのを作るんです。理想って何かっていうと、こう吸い上げてきた水分をこっちに行かないようにこう寸断しちゃうのね。ここで寸断しちゃって、もう細胞のつながりを断ち切っちゃうんですよ。断ち切っちゃって葉っぱをポロッと落とすと、この理想のところっていうのはコルク質になってるんですね。もう葉っぱがポロッと落ちる頃にはここの葉っぱの付け根の部分がコルク質になってて、もうそこが蓋になってて水分が出ていかないんですね。そういう仕組みで、切り離す。で、切り離す頃にはこの葉ついてた葉っぱっていうのはもう葉緑素がどんどん分解されて抜けていきますよね。で、葉緑素が分解されてアントシアニンが増えてくると、赤くなっていく、赤いもみじになるし、で、あとこう葉緑素がだんだん減ってきて、もともとある色が出てくるのね。うん、そういうふうに葉緑素の緑がなくなって、カロテノイドとかそういう黄色系のものが表面に浮き出てくると黄色く紅葉するんだよね。だから紅葉の黄色と赤にはちょっと違いがあるんですけど、要するにもう葉緑素が分解されてなくなることで、下地の色が出てきたりとか、別の物質が合成されたりして赤とか黄色になるということですね。で、そういうことを経てポロッと落ちるということですね。この下に書いたかな、ね、一番右下のところにね、落葉樹の方が進化系だという人いるんですよ。要するに落葉樹って低コストでうまく葉っぱ作って、使える時期だけ使って、いらなくなったら捨てて、非常に効率よく生きてると。それはもう一生懸命古い葉っぱをなんとか使い回して生きている常緑樹よりずっと進歩していると。進化したのが、常緑樹が進化して、落葉樹になったんじゃないかっていう人がいるんですけど、まあそうかもしれないよね。そうかもしれないけど、まあそれはそれで、まあ別の話かなと僕は思ってるんですね。どっちが進化して偉いとか、どっちでもいいかなと私は思うんですけど。うん、どっちの方が生きやすいかっていうこともね、うん、でもまあそれは人間がこう考えて決めなきゃいけないことじゃないし、どっちでもいいかなと思うんですよ。まあ、皆さんはどういうふうに感じるかね、うん、ただまあそれぞれにまあうまく生きているから、まあ生き方の違いですからね、優劣ではないと僕は思ってますけどね、はい、まあそういうことですけど、常緑樹と落葉樹はそういう違いがあるということですね。で、まあ剪定講座ですからね、常緑樹と落葉樹の剪定方法の違いを、ちょっと言っときたかったんですけど、まあ一番上にある常緑樹だろうが落葉樹だろうがね、もう正しく切るっていうことはもう再三言いましたけど、もう正しく切らなければね、意味がないんですね。で、剪定は樹勢の抑制を目的としているけれども、まあ、完全に終わらしちゃいけないと。で、葉っぱ作るのもさっき言ったように非常にコストがかかる話ですから、むやみに切って葉っぱを何度も吹かせるみたいなね、かわいそうなことはやめて、特にね、夏場は本当に木は葉っぱを欲しがってるんですよ。たくさん茂るってことは必要で茂ってるからね。だから夏場に葉っぱ減らされると、ほら、落葉樹に関しては作り直さなきゃいけないでしょ。まだ秋まで時間があるから、減らされた葉っぱを また増やその分作り足さなきゃいけないわけですよ。まあコストいくら低いからって言っても、何度も作らされたらね、それこそもう栄養がもうなくなって切れちゃいますよね、スタミナがね。でスタミナ切れた状態で冬越せなくなっちゃうっていうことになっちゃうので、
だから特に秋、夏から秋にかけて葉っぱが必要な時期は減らさないでほしいし、何度も作り直させないでほしいということですよね。で、落葉樹の先端を切っちゃうとね、すごくここに挙げた写真のようにですね、これはメタセコヤなんですけど、先端切っちゃうとそこから分岐しちゃってぐしゃぐしゃになっちゃいますよね。だから枝先に葉っぱをつけようとする性質のものの枝先を切っちゃえば分岐がいっぱいになっちゃって、とにかく茂っちゃうわけですよね。だから落葉樹の切り方をこんな切り方すると常緑樹みたいになっちゃうわけですよ。こういうふうにね、これその切られたやつの夏の写真なんですけど、さっきのワシャッと寸胴に切られたとこから小枝がいっぱい出て、そこに葉っぱがいっぱいついちゃうと、もう常緑樹みたいになっちゃって、もう木の中にも光全然入んなくて、こういうのはやっぱり落葉樹の基本的な切り方じゃないのでね、大まかに言ってその枝先で切り詰めて枝分かりを大きくさせるものと、枝で抜いて枝先をいじらないっていうものと、その常緑樹と落葉樹のね、剪定の違いというのをですね、見てください。まず皆さんで、まず常緑とあと、今の落葉も、いわゆる先できるんじゃなくて枝を落としていくと、いわゆる切り詰めじゃなくて切り戻しですか、そうですね、のいうようなやり方っていうのが必要になってきますので、それを実際に実践していただきながら、分からないところをこう言うとご質問いただくという形にしたいなというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあ上に行きましょう。でですね、大丈夫、大丈夫。